大安国は中華民国の軍人。袁釈山率いる賛成派の有力指揮官で後にその娘婿となっている。字は治安。新末に三世陸軍小学堂に入学する。1911年に新外革命が賛成省で勃発すると学生軍の一員として革命派に加わった。 中華民国成立後の1914年、清川陸軍第一予備学校に入学し、1916年春、保定陸軍軍艦学校候補生隊に加入する。翌年秋、保定陸軍軍艦学校に正式に入学し、1918年9月、第五期風評価を卒業した。卒業後は、 三世に戻り、以後、炎尺山引きる進む軍で順調に昇進していく。1926年、先行もあって、第十度度に抜擢され、翌1927年には、第五子、市長、1928年6月には、第六軍軍長にまで昇進している。同年10月、北伐終了に伴う、国民革命軍の再編、軍縮を受け、 中央陸軍編成の下で、国民革命軍第37志士長に任命された。同年冬、水塩警備司令に任命されている。1930年3月、進む軍第3軍軍長に任命され、同年、円尺山に従って、半昌解析の中原大戦を戦う。中原大戦で、円が敗北すると、大安国は死 東区守備司令権第70師師長に移動させられた。1932年に、パウトウで、水西トンコン特弁公所が設立され、代理特弁となる。1935年4月、陸軍中将の位を授与される。1936年、進む水槽飛走予備軍司令官に任ぜられ、7月には、第19軍軍長に昇進した。 日中戦争勃発後、大靖国は、三成昇格地を転戦することになり、中央兵団指揮官に任ぜられた。1938年2月、第二戦区北楼軍、第二祖寺軍司令を兼任し、翌年2月には、第十三集団軍総司令に任ぜられる。同年7月、西寺、軍帰宅総司令に転じた。1945年5月、 中国国民党第6期中央観察委員に選出される。1946年、大安国は第6集団軍副総司令権第61軍軍長に昇進する。国境内戦でも遠尺山に随従して中国人民解放軍と戦い、1948年には第10兵団司令官権体現守備司令に任ぜられた。しかし、縁は、 人民解放軍相手に次第に劣勢となっていく。翌1949年3月、王、靖国の娘、王水垣は、人民解放軍の序向き前から派遣されて、父に降伏を進めたが、王靖国は拒否した。同月29日、円尺さんは、大理総統理総人の将兵に応じる形で、南京へ飛行機で逃亡し、王靖国は、 大元水税公所副主任の孫世話へと共に工事を園から託された。王、孫らは、さらなる幸福勧告も拒否して、懸命に大元を守備する。しかし、同年4月24日、大元は人民解放軍により陥落させられ、王と孫は捕虜にされた。1952年、王靖国は、先犯管理所内で獄死した。去年60。 ありがとうございます。